私は、トレーナーをがっつり、がっつりやった方が、結局、最後まで楽しめる。自分が、アルナさんが不足した時点で補う、適切な量を補うというのが、出た。3食を朝昼晩とかになって、お腹空いた時に食べるのもあるけど、アルナさんがやっぱ不足してるっていう感覚、バテたりとか、やっぱ体調がちょっと、まあ、眠いは別として、そうですね。という、だから、いい状態にいるときは、まあ、十分、体内に、まあ、あるから、まあ、そういうときは別に必要ない。なかったら、まあ、アミノ酸が含まれているのを、まあ、なるべくたくさん種類を増やしてもらえるでしょう。安いやつ。同じやつばっかりと飽きちゃう。そのままね。安いけど、やっぱり飽きたりしてもらえないから、いろいろ。
ためにやってるから過度にやったら逆に健康には良くない。それで今日メインにして、それをお皿にして、その合間の
その時点で3倍になってるし、それをそしたら車が通ってる外側の車に乗ったからニュースが通って政治が通ってる、そういうのについて話してしまう。それは今もこれからフットサルやるのか全く関係ない。それはもう完全に注意が3外側に3倍になってるしまう。その時点ですぐに切り替えて集中して、そういったのを演奏してる。